参りましょう。第2試合、まずはこの MC。続いてはこちらの MC。さあ、くるみすら VS シャミスで参りたいと思います。では先行後攻決めるカードドロー、くるみすらお願いします。ここは立ち位置入れ替わってください。先行シャミス、後攻くるみそらで参りましょう。この二人が戦うフィールドはこちら、富士山フィールドとなっております。さあ、ビートチェック参りましょう。 DJ ユーノお願いします。イエーイエーイエー。それでは参りましょう。第2試合、8小節3ターン、先行シャミス、後攻くるみそら、レディー、ファイ。まあいい、喋らなくても俺の勝ち、そんなことは分かってるぜ。いや、破天だろうとキングに降臨、俺のワンバース DV 行為。マイクだけ言葉の戦いを繰り広げるぜ、くるみそら。うん、別に言い踏まなくても勝てそうやん。鬼殺し言うてまあ、適当にやってく、別に愛と愛、愛と愛を持ってマイクとマイク、それでランプのやるのは変わらない。いや、俺が革命児、俺がブラジルなら君アルゼンチン。あ、オッケーオッケー。ケツの青い坊や都会のお姉さんがいろいろ汚い大人の世界教えてあげるよ。これ体験談、そろそろ裏がるぞハイエナが。じゃあ交換したくない電話、夜のメンヘラ電話なら採用可能だって。こんな都会で生き残るのも大変じゃん。いや、yeah、 まあ大変だけどそこをサバイブするのがラッパーさ。で、俺は着信拒否、近寄ってくんなゴミとか言っちまうぜ。まあこのアイドルの見た目してるかもしれないけど用はないです。いや、これは一部の今日は退屈。今日は退屈、私なら保険体育教えてあげようか。ラップだけで将棋打つ前の。でもさっき楽屋で喋ったらめちゃめちゃいい子だったからあんまいじめない。じゃあ一緒に行こうぜ明日、コーラのキングとバイキング。うちらはもうだって大親友。終了。それでは入ってまいりましょう。まずは先行シャミス、後攻くるみそら、勝者シャミス、ありがとうございました。お前はすげえよ。さあ、まだまだ当たりますんでね、皆さんね。